旅客航路津軽海峡フェリー株式会社は、北海道函館市に本社を置く日本の海運会社、津軽海峡を往来する航路でフェリーを運航している。2009年11月1日、道南自動車フェリーより社名を変更した。1972年、東日本フェリーグループとして創立。当初は貨物フェリーで運航していたが、2000年10月の、 海上運送法の改正により、一般旅客定期航路の許可を得て、旅客航路事業も開始した。2008年12月、従来から運行していた函館青森航路のほか、1航路の運営を東日本フェリーより継承した。東日本フェリーの事業不振に伴うグループ内の事業再編に伴い、同社が最後まで運行していた三航路の譲渡が検討された。しかし、 東南自動車フェリーが従来から運行する函館、青森航路以外の2航路については、航路の維持にあたり、再産性の点から、地元自治体の支援措置が期待された。2008年9月8日、燃料費の高騰や利用者の伸び悩みにより、同年11月末で、北海道と青森を結ぶ航路から撤退する、東日本フェリーの函館青森航路と、 二隻の船舶を継承する計画を発表するとともに、道南自動車フェリーは、東日本フェリーの親会社である、リベラホールディングスの参加に入った。また、同じく撤退航路のうち再産性の問題などから、地元自治体の支援措置が模索されていた函館、大間航路については、同年10月14日、2009年1月から、青森県と大間町が支援し1年間の、 暫定運行とすることで、青森県と大間町、東日本フェリー、道南自動車フェリーの4社が合意したことが発表されている。2008年10月17日、同年12月以降の運行については、函館青森航路の増便と運賃改定を、函館大間航路は改めて航路の新規開設を行うことが発表された。なお、同じく、 東日本フェリーが撤退する青森室蘭航路は、地元自治体の支援が得られないため同社に軽傷などは、されず航路廃止とすることも発表されている。2009年3月1日には、運航する2航路に、津軽海峡フェリーの愛称を導入。2009年11月1日、船舶貸渡し業、東日本フェリーと、船舶管理業、東日本シップマネージメントの2社を、 九州合併し、同時に社名を案内名称と同じ津軽海峡をフェリーに変更した。なお、イルカのロゴマークは東日本フェリー時代のものをそのまま引き継いでいる。航路調景前の歴史については東日本フェリー遠隔も参照。手前、スマートチェックインゲート右奥、函館フェリーターミナル大箱丸大間港、ブルーマーメイド青森港ブルードルフィン青森港。 ブルーラミナスは青森港、ナッチャンワールド青森港、バーエビナスタイ青森港、ブルードルフィン青森港、航路継承前に東日本フェリーで運航され、引退した船舶については、東日本フェリー船舶を参照。高速バスと、函館青森航路のセット、割引一部として、ありがとうございます。